ジデデオです。それは何？え？ネオコ。まあ、はい、こんにちは。改めまして、ネオです。では今回は、はい、なんと最近新しく出た妖怪ウォッチガブニャンのプラモデルです。この間ハロウィンスペシャルだったかな、妖怪ウォッチのアニメでやってました。なんか噛まれるとね、ガブニャンになっちゃうんだって。あーって噛むと友達がギャーってなって、でその友達が他の子にあーってやれば他の子のあーってなっちゃうんだって。すごいね。なんか可愛いよね。ジバニャンだよね。これハロウィンバージョン。ハロウィンバージョンっていうか、あの違う妖怪、違う妖怪。ランクは B です。ドラクラみたい、ドラクラ。だからそうなんだ。あ、そうなんだ。だからガブニャンって言ったの。あ、ガブニャン。そう。では、なんと、はいはい。まあ買ってきたということなんですが、まあ今回はこれを開封し、まあ大体どれぐらいでできたかなっていうのを、まあ、やっていきたいと思います。まあ何分かできればどうかな、まあどれぐらいでできるかって、もしも早ければ皆さんにも一応おすすめしておきます。はい、では早速やっていこう。これはこうやってやると中身が出てきます。青い感じと、なんか後ろにはなんか黒い手なんだけどさ、こっちシールがある。はい、ハロウィンシールだよ。ハロウィンシール的なやつじゃね。まあこれは漫画風に書いております。作り方ね。作り方もうこれね、見なくても分かっちゃうほどの簡単らしいので、まあ今回はね、まあね、しょうがないんでね、一応めんどくさいけども見るけど、できれば見な、そんな見ないようにしたい、うん、ではやっていこう。はい、相変わらず助っ人うちのはい、やっていきましょう。まず頭を作るのですっていうことで、ここの顔をはぁーブシッあブシッってやります。はい、で、あれ、あったあった、これをはぁーって言って、それ音が必要なの？ブッそれ気合いなの？これ気合い必要で、今度はこの口の部分をはぁーちょっとやりすぎじゃん。落としちゃったじゃん。落としちゃった、落としちゃった。はい、返して。はい、ブルース。これはね、シール貼んないといけないんだって。だから貼っちゃえ。よかった。まとまってる。ちゃんと下ベロと喉奥のやつが。どう下ベロ？下ベロ、ピンク色が下ベロじゃん。普通に考えてそうじゃない？そうかもね。いや、そうかもねじゃなくて、そうなんだよ。じゃあね、次は、まあ、撮ったということで、まあ、顔、そう、今度は顔をブチってつけるんだけど、これを入れるときは先にシール入れた方がいいっすね。はい、さっさと貼っちゃえ。あ、くっつけるの忘れてた。くっつけるときは、はやーあれ、はやーあれ、あ、入った入った、気合じゃー、あれあれ、耳が入った。で、まあ目玉シールを貼っていけ。あ、こっちか。できたこれは大事な手術だ。これを失敗したらガブニャンに謝らなければならない。あ、怖い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 。ゆっくりよ、気をつけて。分かってる、それは分かってる。間違ったらあれ見えなくて、手術大失敗になっちゃう。で、あ、まだ鼻張ってなかった、鼻の部分で。まあですね、シールも貼るときは気合が必要なんですよ。こうやってね、貼るときはね、シール貼るって言えば、まあ一応気合が出る。つけていこう。ここはね、あ、耳忘れてた。これね、貼るの大変なんだよ。手術が失敗にならないように。あー、ドキドキする。メス
はい先生、早く教えて。難しいな、もう。1時間のビデオになるよ、これ。はい。では、貼り終わった。やっと、こんな感じ。こんな感じなの？はい。耳と口と、じゃあ顔入れて。そう、顔なんですよ。顔を入れる時の気合は、はやーわしゃーと入れます。そうすれば、口とな。口が開くんだ。あ、すごい。開くじゃん。あ。おちょっとだけ変わってる。で次は何？面白いね。うん、面白いね。これは体を作るのです。だってさ、ここだったな、ここだったな、ここだったな。はい、疲れました。はい、じゃじゃん。そう、じゃん。今ね、これからね、これからね、あのね、あのね、シールつけるの？そう、ここをつけます。ここのシールをペタッとこいつに貼っちゃいます。多分ね、もうまた今度、マインクラフト多分実況すると思うので、皆さん楽しみにしててください。楽しみにしていないとあなたは呪われませんが、一応言っとく、呪われるぞ。今度はね、あの鈴のね、あのジバニャンのよくあるこの鈴の灰色の部分を貼っていこう。まあね、はい、まあできたということで、はい、鈴のあのオレンジ部分をペタって、はい、こんな感じです、うん、で多分これを後ろに、あー、はいはい、まあ適当にペタって貼って、うん、 OK。 で今度は腹巻きの部分だそうです。はい、はい、後ろは何も変わりません。顔はまあ、で今度はこの腹巻きをここにガシって、あ、何これ、これでいいの、あ、これでいいんだと、うん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 、また足をつけるそうです。足任せなさい。足ここだった。ここ足。足に任せなさい。ごめん、嘘。はい、装着。ん？これでいい？装着。はい。え、どういうこと？え、なんで？逆方じゃないの？いや、逆じゃないと思うんだけどさ。どっち？え？なにこれ？はっ！あ、はい。おい、抜けるじゃん。なにこれ？どういうこと？なんかね、これをね、ペタって貼るそうです。口一個です。黒と青。あれ？ん？ OK。つけたら、こうなりました。はいはい。では間違えたそうで、ここをパッ、あれ、じゃあ私がメス硬いでしょ。大丈夫、鍛えているから。ほんと、あ、できたじゃん。できた。でどっちどうやら私の選択は合っていたそうですね。はい。で、なんか手とかをはめて、まあね、ドラキュラのよくある。ん？はい。はい。え？手がはめて、手はどこにあるの？そういうことか。手はここじゃん。あ、手はまた後でやる。
先にこの重要な部分をつけて、まあ、でーでーん、かわいい、めっちゃかわいい、すごいね。じゃあ、ドラクラス、あれ、え、ダメ、これあ、はまった、はまった、はまった手がない、手がないこれやばいでしょ、手がない、うー、泣けるー、あ、ここでしょ、手が、ダメが軽い、青いでしょ、手が、うん、青だね、青、そうでございやすぜ、旦那、じゃあ、取る、足を取る、これはじゃあ足に貼る、今から頼みます、手の方が、足どっち、できた、やっとできた、ディンディンディンディディンディン、ちょっと後ろ雑だけど大丈夫です、強いぞ僕らのスバスバヒーロー、発音変えてみた、ドゥ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 ンドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥン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 、何この歌、どこからこの歌、適当に作った適当に歌作った、あ、もういいんだ、もういいんでしょ、これも同じようにできました、じゃあ手につけた、 Yes Yes I do Yes we can、 まあいいや、どうでもいい、はい、 あとは、まん、あ、違った、尻尾、まんまいいや、と尻尾とかね、足りないでしょ、うん、あと尻尾、尻尾がまだ足りてませんが、結構可愛くできたね、これは、はい、可愛い、結構可愛いよ、尻尾ないじゃあこれからまあやっていくということなんですが、なんですが、はい、なんか付け合いらしく、おい、説明書こっちに置いてよ、まずここにまた黒いのを使うらしいです、なんかこの黒い、丸っこくて黒いのをででん、はめるそうです、こことここね、でどんな感じ、え、どういうこと、で、ぷっぷってつけて、で、なんだと、え、5と6と4しかない、B の5と6を合体、 B の5と6を合体、ジェダイ、で、またここで1個消費するそうです、はい、では取っていけ、取っていっちゃえ、取っていっちゃえ、うお、開いて、うお、あれ、なんかめっちゃ痛いんだけど、いや、やったよ、あ、できた、できた残念でした、遅かった、こっち、え、どういうこと、これでいいの、ああ、いいんだ、いいんだ、で、まあここにペタッと貼るそうです、おお、できた、できた、で、どうやらまた後でここにペタッて貼るそうなんですが、おお、かわいい、なんか一個残ってんだけど、何に使うの、何に使うの、このもう一個、なんだ、あれ、ぐー、あ、入った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 、入ったかった入ったかった入ったかった、イエス、あ、冗談です、冗談です、今の見ない、見ないでください、見てないようにしておいてください、もうこれで完成かな、うん、あ、あと尻尾だ、尻尾
尻尾を忘れてた。肝心の尻尾が必要なんですよ、これ。そうなんですよ。肝心なのは尻尾。尻尾。え？なんだろ？あれ？ケープがすごい大きくなった。あ、入った入った。はい、こんな感じ。あ。でね。ででん。でででで ん, でん。で、なんかどうやらここにペタって、あれ？あ、これは気合で、はぁあれ？はぁまた下に落ちた。はい、ブルースリー。Thank you。Thank you, そこあるのマーチ。まあ、ここにね、ペタッとやると。これはね、あの、プラモデル01のジバニャンと同じですね。はい、そうですね、そうですね。ムカつくけど。あれ？入らないだと。わかっちゃった。あ、あともう残りのやつはこれに使うと。いうわけですか。はあ、合ってた、俺合ってた、神的に合ってた、うん、よかった。あ、そうだ、皆さんにコメントで答えてほしいことがあるんですが、今度マインクラフトをしようと思うんですが、 PC 版とか、まあそういうね、 Mac とかの会社のマインクラフトを持ってるんで、まあそれがいいか、まあパソコン、うちのパソコンはね、 Mac だっけ、 Mac ですが、まあ、あれ、マインクラフトで、PC 版、まあ、パソコンのマインクラフトでやってほしい方は、普通に、あれ？はまんない。パソコン版のマインクラフトでいいので、そっちにしてくださいとか、まあ、パソコン版にしてください。か、携帯版がいい人は、携帯版でお願いしますって応募してもらうので、じゃあ一応締め切り決めとかないといけないんで。大丈夫だよ、いつでも。いや、まあね、そうだけども、まあ一応決めとこう。うん、じゃあ、だってそうしないとさ、いつまでもさ、あれだあれだあれだっつってやってて止まんないじゃん。だから、じゃあ今日は何日、今日はそれが分かんないと意味が。9は明日パパ、今日は11月9です。明日パパの誕生日。あ、そうなの？そうだよ。知らなかった。うえ、忘れたの？うん。パパの誕生日忘れた。だって昔ややこしかったじゃん、なんか1月だったとかさ。ショック、残念でした。ショック、ショック、お願い、ショック、ショック、ここでショック、あなたがショック。だから明日、今日11月9日だから、いつまで。じゃあ誕生日祝いとしてどうする？あなた顔出しますか、出さない、どうしますか？考える、考える。まあでは、まあそんな話、くだらない話をしているうちに完成しましたね。パパの顔見たくないでしょ。え、そうかね。皆さんコメントに書いてください。いやだの。はい、気になる方はコメントで。はい、できたのがこれです。かわいい。これベースが、うん、ベース、これはコウモリとかに変身するとき用のやつらしくて。あ、そうなの？これベースのことでしょ。なんか、うん、なんか、じゃあ、まあちょっとやってみるか、しょうがねえから。うるせえね。まあいいや、ないじゃん。これがなかなかかわいいでしょ。これかわいいよね、それ。結構気に入っちゃった俺。軽いバージョン。ねえ、やめて。見て、変わった歌。見て。ん？コウモリ、コウモリ、コウモリ。それコウモリ、コウモリに変身できるよ、普通のコウモリに。なんかね、これをね、ペタって貼ることで、ガブニャンからコウモリのガブニャンになるらしい。シールまだね、これ売るな。ああ、そのシールはね、まあ使いたいだったら使いたくない、俺は。あれ？足が取れない。なにこれ。ああ、いい、潰しちゃうよ。じゃあいいよ、これやめようよ、これで。まあいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、じゃあ今日いいじゃんだよ、これで。もう長いよ、いいじゃないの。帰るの？
合体。あ、ジョイン、ジョイン。こうなってるの。コウモリちゃんになった。デデ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 デンデ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 ン。文字バケ。文字バケピー。オッケー。はい。まあね、可愛かったですよこれは。では早速ネオネオポイントですよ。どのぐらいのこれ、ネオネオポイント10。まだ決まってねまあね、これは70点です。70点理由はですなんで理由とはね、あのちょっといろいろと細かすぎると思うんですが、あのこっちのガムニャは中身が赤いじゃん、このマントの中が、うん、アンパンマンもそうだけど、このガムニャは、このプラモデルのガムニャ赤がないんだよ。あ、本当だ。でしょ。あ、入ってない。このシールの中にも入っていない。なのでこれは、え、あ、ないの。俺何点って言ったっけ、何点って言ったっけ。え、写真で赤だよ。違う、それはあのプロの人があのマーカーでキュッキュッってやった。うまいんだよね。写真は赤だよ、本当。そうだよ。まあね、他にはね、あのシール貼るときとか本当に難しいんですよこれ。もうちょっと楽にしてくれば嬉しいんだよな、うん、まあそういうところも合わせて何点って言ったっけ俺。70。あ、70点というわけです。あ、まあでもこういうのを入れ替えたりするのはいいです。はい、これはね結構妖怪ウォッチ好きな人、まあ俺も一応含めて、まあ俺好きなんだけど、まだ本家やってないんだよ。本家まだできてないんだよね。また本家をまあ実況プレイしていくんで、まあ正直言っちゃうと謝りたいことがあるんですが、はい、皆さんすみませんでした。まあなぜ今謝っているかというと、本当にすみません。あのですね、本当にこの間前にあの元祖をやらせてもらっていないということで、あのある名前なんだっけ。名前じゃないけど、あのリスナーさんからコメントいただいたところ、あのそのリスナーさんは心よいコメントをもらったんですが、まあもうちょっとお父さんは優しくしてねという温かい言葉が来たんですが、ちょっと悲しいことに元祖全クリしてしまいました。まず友達に大量発生バグっていうか、あの交換するときに2つになっちゃうバグとか使って、いきなりガチャドクロで魔王獅子99レベルと生ハゲとゴリニャンで、まず最初に魔王獅子がザクってやったら、ここはポロって出て、それで3回で2回3回でドーンってなってしまったんですが、まあちょっとそこはね、ちょっとギャグとしての話でもありそうなんですが、まあそんなことはどうでもいいの。でそこはもう本当に皆さん許してください。すみませんでした。でもその代わりに、まだ妖怪ウォッチ2の本家が残っているので、まあそれをやっていきたいと思います。はい、すみませんでした。まあ他にも、まあ今度はマインクラフトやっていったり、結構僕マインクラフト好きなんですよとかやったり、まあ皆さんのまあコメント待っていますよ。あの携帯かパソコンどっちか、 PC でも、 PC じゃない、 PS3 でも別に構いません。 PS3 も持ってって新型だぜ。あ、そんなようなこと、まああるとしてなんですが、まあ PC、PC とか、まあ携帯とか PS3 も含めて、あの皆さん、あとまあこのチャンネルを応援していただければと思いますが、まあそこはあのまあ応募、あの応援してくれというのはまあ関係ないんですが、まあということで楽しい動画になったでしょうか。皆さんコメントとかに書いてもらえれば嬉しいです。はいはい、泣くのよ。はい、ありがとうございました。はい、まずまあ楽しかったり、まああの PC 版マインクラフトのこととか、一応正直言ってしまうと、今うちの前に
お父さん、パパがいるんでこんなことをやってたりしていました。もういいよ、もう。で、待って、やめてよ、で、あの、携帯版かパソコンがいい、どっちか選んでほしいんですが、まあ、締め切りは、じゃあ11月、まあ来週ということで、はい、来週そういうことにしておきます。はい、まあ11月何日、1週間経って土曜日にします。では、まあ面白かった人はコメント、マインクラフトの方でのコメントは下、まあ携帯の方ではね、パソコンとかもお願いします。まあ楽しかった方は登録ボタンをお願いします。パソコンの方はこちらで、携帯の方はこっち、絶対こっちにしてください。頼みます、お願いします。で、まあということで、このチャンネルを応援してる方が、ありがとうございました。ねえ、言わないで。ああ、言わないの。それ言おうとしたの。あ、そう、違う。役取られた。ああ、ごめん。あ、まあ今度ロニンジャパン TV を交換しネオ TV に変えるつもりなんですが、まあいいよ、めっちゃ拗ねてる前で、めっちゃ拗ねてる。ということで、まあ応援してください。以上、ネオ TV でした。はい、バイバイ。バイバーイ。もう適当でいいや、取る際。マチョー！マチョー！あや！あ、間違えた。もうどっちとも取り出さんとやりづらい。あれ、どこだ？あれ、取れない。取れない。助けてくれ。ありがとう。まずはヌンチャク。